Hey guys, I am Kukurai. リベンジです。月のかけらダッシュへのリベンジマッチ。前回カラクリ洞窟マッピングし、最後のボスシャドウまでたどり着いたんですが、なんとそれまでの雑魚戦によって MP をもぎ取られ、あと一歩のところで負けてしまいました。ということでシャドウ、あの影人間をね、ぶちのめしに乗り込んでいこうかなと。もうね、カラクリ洞窟はもうそのカラクリが解けたんで、何も怖くありません。あんな迷路謎を解いてしまえば一瞬でシャドウまでたどり着けるんです。ゲルガマー、ゲルガマー、イール、1ポイントしか受けねえぜ。最強の鎧ゴールドを手に入れたので、最強じゃねえか、多分なんかもう一個ぐらいあった気がする。とりあえずゴールドをね、250ゴールドで闇商人から買ってから防御力がかなり高くなったんで、大概の物理攻撃はカットできるようになった。そしてカラクリ洞窟、間違えた、連打してたら右に行っちゃった。あの壺のとこを左に行って、左に行くのが正解なんです。あぶね、厄介だなこいつら。なんで3体も出てくるんだよ。1対1にしろよ、こっち1人なんだから。ドラクエ1だって1対1なのに。このゲームはね、主人公1に対し3人出てくるんです。なかなかの鬼畜ハンディキャップマッチで、ここを打って、ここ左なんだよ。左行って下行って、で左で下、あと全部下で行けるんで、スラッガー。これ下手したらね、油断してたらでも全滅するんですよ。全滅っていうか死ぬんですよ。これこの3攻撃2発食らったらほぼ死亡確定なんで、このゲーム。かなり危ねえんです。はぁ、危ねえ。うーわ、ギリギリです。こういうことあるんで、油断してたら死ぬんですよ、セレクションって。そのダメージの振れ幅がすごいから。でミミックを無視して、よし来た、シャドウまで来たぜ。シャドウが飛び出してきた。
影人間。よし、月の影だ。後ろから肩を叩いた。老人がいる。ちょっとそなた待ちなされ、わしの話は聞く。もはやこの国にはすっかり闇に支配され、わしらの力ではどうすることもできぬようになってしまった。ああ、なんと嘆かわしいことじゃ。ところでそなた、この国に古くある伝説を知っておられるか。剣に選ばれし者が現れ、闇を葬り光をもたらすという。本当にその死を信じて待っておいてもいいんじゃろうか。言いたいことだけ言ってしまった謎の浪人は去ってしまった。謎だな。なんでこんなとこにいるんだよ。徘徊してやがった。地方なのか。何だったんだあのじいさんね。よくわかんない。よし、まあどうでもいい。シャボーに会いに行って勇気の証を取ってきたと報告するぞ。これぐらいなら通れるぜ。よし、来た。殴ろうとしたらやっぱり怒られた。やめました。はい、王子、ついに月のかけらを見つけたな。その月のかけらこそ王子自身の勇気なんだし。うむ、王子だったら立派に鬼門の剣を使いこなすことができるだろう。ところが残念なことに、俺には鬼門の剣のありかを知らん。その代わりと言ってはなんだが、王子の持っておられる剣の力を強くして差し上げよう。スリースターからエクストラになった。エクストラを身につけた。うわ、そうだ、ここを去る前俺の鳩に声をかけてやってくださらんか。こいつ、王子のことが妙に気に入ったらしいんだ。鳩に話しかけるか。ポッポッポ、あのね、運が卵は私と思って大切にしてね。それからいつまで私のこと忘れない。ポッポ、青い卵を手に入れた。ポッポッポ、ハイオンジ、言っちゃいや、私のそばを離れないで。メンヘラじゃないかよこの鳩。もうそうだ、鬼門の剣のことだったら森の北にいる影を訪ねる時だ。具合が悪いのか。森の木に話を聞けと。リザードが持ってるはずだぜ。キラキラしてて綺麗だろうって自慢してた。ナリキンタイプだな、リザード。キザなやつ。絶対成金だろ。すぐ自慢するんですよ、成金気質のやつって。ちょっと自分がね、金持ちになったり財産も手に入れたら、すぐマウントを取るんですよ、人に自慢して。バカですよ成金のやつって。そんなね、ちっぽけな価値観なんか信じて、大切なものを忘れてるんだ、この成金野郎が。リザードが橋に住んでるらしいって。あの出口のとこですよね、橋って。ここだ。ブクブク
としているぞ。どうしたんだろう。突然リザードが姿を現した。こいつか、リザードマンでさえ刀持ってる。 MP ねえや。気づいたらやばい、45億だった。通常攻撃で、あぶねえ。おお、いけた。無理押しで倒した。神の鍵手に入れた。ぶんげえ。落ちぬとこだった。戻ろう。よし、神の鍵を手に入れたんで、一旦ここで今回はキリがいいんで切ろうかなと思いますんで、まあ、からくり洞窟がね、なんかちょっと今まで、それまではトントン拍子で話進んできたんですけど、多分あれがまず第一の難関なんでしょう、プレイヤーにとって。最初につまずくところよくあるじゃないですか。ファイナルファイトで言ってあのソドムみたいなやつ、プレイヤーを最初にこう、なんだろう、くじけさせようとする場所、からくり洞窟ってことは、今後もっと厄介なああいった迷路、ワープするとこが出てくる可能性があるんで、まただからいちいちマッピングしなきゃいけないかもしれないですね。その迷宮が出てきたら紙に書いてさ、自由帳に書いて、文房具屋で売ってんじゃん自由帳ってさ、100円ぐらいでしたっけ。今値上がりしてんだっけ。今の相場がわからん。なんかキリンの写真みたいなのが表紙のさ、自由帳ってあったじゃないですか。まあいいや。ではまた次回続きやりますんで。